い、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチやっていくんですけど、今日は、ハチマキセグレーブ A 特化使っていこうと思います。まあ、セグレーブといえばね、対面構築の、まあ、直球を持ったね、セグレーブのイメージが強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回はね、みんなが忘れていたセグレーブということで、ハチマキ使っていこうかなと思います。まあ、今月ね、まあ、セグレーブがね、ちょっと注目僕の中ではしてて、まあ、イカサマダイスの竜舞も強いし、まあ、ハチマキも強いし、タスキも強いしっていうところで、まあ、あんまりね、なんか開拓が進んでない、いや、開拓が進んでないわけではないんだけど、なんか直帰に目が行きがちなんじゃないかなというところで、まあ、今回はね、そこをついて、ハチマキで使っていこうと思います。で、本当はね、まあ、今回ドラゴンテラスの、巨剣使いたかったんですけど、まあ、ドラゴンテラスの巨剣ね、ちょっと弱いかなと思ったんで、まあ、主にブリジュラスに対して、まあ、泣く泣く地面テラスにしてきました。で、これはね、どうしようかな。まあ、セグママン投げようかな。初手セグ、まあ、イエスさんとかでいいかな。まあ、ママンボワンクッションで良さそうで、相手なんか物理の効果力みたいのもいないし、まあ、ポリゴン2は、まあ、なんとかなるでしょう。ということで、まあ、グライオンは投げなくていいかなと思います。まあ、セグレイブにね、テラスを切る可能性が、まあ、結構高めなんで、まあ、セグレイブってね、どうしてもそういうポケモンなんで、そこだけはちょっと弱いかなとは思うんですけど、まあ、とは言っても、ハチマキつぶてとかもね、結構強いなと思って、今回はハチマキ使ってます。で、初手はファイヤローね。ファイヤローか。まあ、ファイヤローは、何してくるの？何してくるのか分かんないけど、まあ、セグレイブの強みといえばね、やっぱ鬼火が入らないところですからね。まあ、つららばりとかでいいんじゃない？いや、なんだろう、引いた方が良かったかな。ママンボウに。でもなんか、ママンボウを見て投げてくるということは、ママンボウに対しては、まあ、そこそこ強めなんじゃないかなという考えではあります。まあ、ちなみにアーマーがちょっと重いんだよな。てか、アーマーが待って、ラウドボンの方が良かったな、これ、構築、スカーフ枠。まあ、なんか、イエスさんのスカーフもちょっと試しておきたいなと思ったんで、イエスさん入れてきたけど、やっぱね、この構築ね、スカーフラウドボン結構強いんだよね。はい、トンボ返り。ふん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 。まあ、どうなんだ、ダメージ計算しておくか。まあ、トンボ返りはね、ダメージ計算をすることで、相手のアイテムをね、ある程度、まあ、判定することができるかもしれないというのがね、強みなんですけど。頑張れ、セグレイブ。頑張れ。まあ、今回、つららばりにしたのは、なんか、ミミッキのためにつららばりにしてきたけど、とか弱すぎる。待って、これ、あまりにも弱すぎるぞ。まあ、つららばり打つか。ちょっと、待って、弱すぎる。つらら落としだったら全然いけてたな。なんか、ミミッキめんどくさいなと思って、つららばりにしたんですけど、まあ、まさかの悪い方向に働いた。これ、つらら落としだったらめっちゃ強かったな。まあ、あとはね、なんか、舐めた海竜のね、落とせて強いかなと思ったんですけど、頑張れ。おっと2位からの、うわ、弱っ。これ、つらら落としなら倒せてんじゃん。羽休め。まあ、相手一つ言わせてもらう。受かってはないからなと。受かってはないし、つららばりの PP 知ってるか？俺は知らなかった。今見たら48って書いてあった。いや、いけるぞ、ハチマキ。まあ、確かにね、ハチマキじゃないセグレイブってね、まあ、アーマガエにあんまり選出することができないんですけど、ちょっと頼むよ。え、マジつらら落としでよかった。まあ、つらら落とし命中不安なのと、まあ、弱い点としてはね、まあ、威力が単純に低いんですけど、バリの方が弱いな。お前も頑張れ頑張れマジで。昨日タスキマンムに俺ツララバリ5回打たれて負けた試合あったから、ちょっとそこの分の運が、え、やっぱなんかでも全然押せるな。あ、オッケー。3当て続けてくれれば、おっとナイスー、ツララバリ2です。いいわけじゃねえな。いや、これちょっと落としに変えてもいいな。ただ8脇セグレイブ、さすが今、相手、多分 HB にブッパーはしてないと思うんだけど、とはいえ結構いいダメージ入りましたね。で、まあ、トンボガエルのダメージをね、計算しておけよという話を、先ほど、させていただいたんですけど、していなかったと、いうことで、つららばりのね、回数に夢中になっていたということでね、ちょっと今、ダメージ計算します。54入ったんで、まあ、陽気の降乱か、どうかみたいな。なんか、絶妙な感じですね。で、ちなみにさ、これさ、炎の体なのか、ハヤテの翼粒なんか、あれなのか、どっちなんだろうね。ブレイバード、はい。これで2体、しないんですね。まあ、マンボさん。まあ、ファイヤーの舐めてたね、ヘイラッシャーを投げるべきだったけど、まあ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 、いいでしょう。でもこれで、無理やり、アーマーが突破したんで、ワイドフォースがかなり通ってるということで、まあ、一旦アクアジェットでいいかな。うん。あ、いいね。いいダメージ入ってるよ。で、ブレイワード。ママンボウはね、HP が高いんで、もしかすると、
まあ、相打ちまで持って、いけない。まあ、いけなくてもまあいいでしょう。で、どっちから入ろうかな。まあ、ワイドフォース一貫はしてんだよな。まあ、なんで一旦ワイドフォースで行って、まあ、銅とかにもテラス開かせたら、いいから、多分この攻めの相性はね、いいですね。まあ、でも、ラウドボーン、アーマーガに対してもやっぱ強かったなっていうのは感じますね。まあ、ワイドフォースで行きましょう。まあ、ファイアローがね、ハチマキ確定してるんで、まあ、このイエスさんスカーフ持ってるから絶対上から撃てると。まあ、イエスさんね、結構ね、本質なんでね。うん、このルールの。あの、相手の構築に悪タイプがいない場合、バチバチに強いし、悪タイプがいた場合、出さないと、いいっていう。悪タイプいるとき弱い。こいつは。まあ、なんで、なんか、あー、どうだよね。そうだよね。オッケー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 。で、これなんか、アクテラスで、まあ、テンポ取られるのが最悪なんで、まあ、一旦セグ引いて、まあ、トリックとか入れることもできるんで、まあ、セグレイブ引きましょう。で、セグがハチマキなんで、まあ、これはもう、まあ、基本的に有利かな。で、まあ、多分相手テラス入ってきて、で、まあ、呪いとか蓄える系だった時嫌なんですけど、その場合もハチマキ巨剣とか、ぶち込んでいいでしょう。うん。いや、セグレイブのハチマキ強いね。うん。だいぶね、しようかもいいんだけど、まあ、落としにしようかな。はい、テラス開かせました。いいですね。まあ、引いてアンコールとかも打てますからね。で、何テラス？結構ね、飛行はいないけど、ゴースト。ゴーストか。まあ、エスパーテラスワイドフォースの圏内に入れるっていうのを考えてもいいな。毒ビシ、はい。まあまあ、そうだよね。ゴースト切ってる間に毒ビシで。で、多分これ HD だから、まあ、HD っていうか、まあ、B ベッパーはしてないと思うんで、まあ、巨剣プラス、で、いいんじゃない？まあ、巨剣プラスエスパーテラスワイドフォースでいけるでしょ。ハチマキなんで。てかね、今日はね、巨剣が打ちたかった。落とせ！あー、惜しいね。相手受かってないんですよ、これが。ハチマキなんでね。巨剣ハチマキね、マジ崩し性能高いからね。オッケー、ありがとうございました。まあ、多分この試合を見る感じ。まあまあまあ、つらら落としの方がこの試合に関しては絶対強かったかなと思います。対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ポルさん対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティーの一番下にエレキブルというね。まあ、このスカーレット・バイオレットで多分俺一回も対戦したことないんじゃないかな。あ、一回あるわ。まあ、そんなことは置いといて、まあ、先生なんですけど、まあ、ハチマキセグ投げたいですね。いや、てか待って、またツララ落としの方がいいアーマーがいるんだけど。いや、なんかさっき、ツララバリで潜ってたら、タスキックエスパッタラをツララバリ3発で倒して、ああ、いいっすね、やっぱツララバリって言ってたんで、ちょっとバリにしたままなんだけど、まあ、概要欄では落としの方がいいですと書いておきますか。セグは絶対投げたくて、で、セグでテラス開かせた時にイエスさんが強そうなんでイエスさんって入ると、まあ、ラスト一体ママンカラッシャってなるじゃないですか。いやーなんか相手のエレキブルに、ちょっと負けそうなんだよなー。あと、スケショガブがちょっとやばいか。まあ、でもなんとかなるでしょう。対戦相手のポルさん、よろしくお願いいたします。まあ、ヘイラッシャとかね、考えたらスケショガブも、ちょっと選出しづらいみたいなのがあってくれるとありがたいんですけど、どうなんだろうな。相手からすると、ま、別に、まあ、ぶっちゃけ、いいよね。うん。まあ、ヘイラッシャぐらいだったら全然出されてもいいって考えるのが普通だけど、アーマーガーか。はいはいはい。で、アーマーガーは、いや、ここで削れるのがだいぶでかいですね。まあ、つららばりで削っ、いや、落とし、もうひるみが、俺はもうひるみが欲しい、今。まあ、アーマーがちょっと重い選出なんてか、アーマーがってさ、なんでこんな来るんだ？やっぱグライオンがいるから来るのか。アーマーがってこんな来ないポケモンと思ってたけど、で俺が使ってんの、ヘイラッシャだから普段の感覚と全然違うのか。まあ、そうなると、ま、一旦イカサマダイス偽装したいんで、つかやっぱ柔らかいな。えらい。3当てれば十分なのよ。まあまあ3当てれば十分って言った手前ね。これもう受かってないんでね。これハチマキの火力でワイドフォースが相手受からなくなるっていうのが発生してるんで、まあ、一旦ナイスですね。で、ガブが来たら多分ハチマキだと思うんで、俺もテラス切っちゃうわ。アマガと組んでるしね。でも何持ってんの？ゴツメかな？ゴツメ HBD みたいな感じで。まあ、対面操作、なんかママンボー的な所定アーマーガーだと思うんですけど、まあ、ハチマキでね。相手からすると、ちょっと、待って、次のサイクルアーマーガー回せないってなってるよね。で、これで削ってエスパーテラスワイドフォースを一貫させるみたいなのもありだし、まあ、相手がガブ来るなら全然テラス切るよで。はい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 。まあ、ラウドボーンも、いや、これ勝ったな。いや、これさ、一発のさ、削り、ちょっとずるすぎない？相手からすると、まあ、初手のセグって、まあ、直帰かタスキなんですよ、環境にいるのって。
だからまあ余裕だろってなってるところに、待って、これ相手つららばり画面見てなくて5回当たったと勘違いしてるんじゃないか。あー、まあ全然直帰じゃないんですけどね、うん、これ助かるな。いやもうてかもうそもそもだいぶワイドフォースで終わったんだよな、初手削った瞬間。まあでもガブとかがいるからね。いやあとはね、ちょ何個かあるんだけどフレアソング、はい、いやどうしよう、ミラクとかがないんだったら偽ってもいいけど、エスパーテラスワイドフォースもう打っちゃっていいよな。でエスパーテラスワイドフォースってガブとかもワンパンできるから、まあスカガブの激に打たれてるだけで実はこっからやばいけど、スカガブはいないでしょ。まあ初手でアーマーが奇襲してイエスさんも通す構築、いやこの構築ねイエスさんがエースなんで、あー HD だったりするともしかすると耐えてくるのかな。まあでもエスパーテラスワイドフォースだよ。でアーマーガーが耐えてくる可能性は一応 HD だから存在するんだけど、まあその場合、まあ一旦これ倒した後ね、なんか一匹倒した後出てくる可能性は存在するんだけど、そしたらまあそしたでセグでゴリ寄せるから、あのアーマーガーはうんいけんじゃないかな。てかそもそもつららばりがかなり一貫してるからね、アーマーガー、はいはいはい、まあ、これ削ってるんで、何持ってたんだろう。 HD アーマーガーで、まあ HD アーマーガーと多分ラウドでサイクル回してなんか通すみたいにやりたかったんだろうけど、まあまさかのだよね、うん、まあこれでイエスさんも通ってるからエスパーテラスワイドフォース打ってっていいんじゃないかな。やっぱ悪タイプがいない構築のイエスさん強いっすね。まあでもマスカーニャがいるんだよっていう話はあるんだけどね本来。まあ剥がれタイプぐらいだったらゴリ寄せるからね、オッケー、これでかいな。まあ、つらら3回、いやでもやっぱ落としでいいな。うん。まあ、落としって、ひるみがあるんで、ブリジュラス。いやー、まあ、ちょっとむずいか。まあ、流星群かラスカでしょ、ワンパンされんの。メガネ流星だけ倒されるんだよね。で、メガネ流星撃たれたら、いや、ラウドボーン対、あれになっちゃうのか。まあ、ワイドフォースでいいんじゃない?正直。まあ、ミラーコートとかも多分ないしね。うんうん、オッケーオッケーオッケー。これ、エレビでしょ。うん、そうだよね。で、エレビは、え、なんか俺さっき耐えたんだよ。え、でダメージ計算してないけど、なんかさっき耐えたから、まあ、耐えるんだろうなと思ってやってるけど、ちょっと耐えないのやめてください。さっきっていうのは、なんか多分、昨日上げたコゾンドの動画の時に耐えたから、ちょっとガチで負けあるやつじゃん。え、ちょっとガチで負け、待って、引けばよかった?待って。待ってね、ちょっと待ってね。マジか。いや、耐えるな。え、なんだ、多分確定耐えなんだよな。これ難しくなってまいりましたね。まあ、一旦ミラコ打つか。まあ、引く。うわぁ。待って待って、マジで待って、マジで待って状況来た。怖っ、待って。おい、最悪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 、待って、最悪、最悪。本当に最悪な状況が起こってしまったなぁ。てか、もう最悪、絶対負けた。待って、ママンボウで気合を出す上で、熱湯やけど必須だよな。フレアソング、はい。いや、もう焼こう。直ちに焼こう。焼かないと勝てない。焼け!うわ、やばい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 。やばすぎる、それは。でも相手フレアソング打ったから、まあ、ミラーコートは結構、まあいいダメージは入るでしょ。でもここはあくびでしょ?ちょ、マジで焼いて。最悪、こんな負けたくない。いや、引きだったか。いや、違うんだよな。ボン!いや、焼けないか。いや、どうする?焼くべき?でもさ、居座って、もう良くない。まあ、食いたんだな、食いたん。フレアソング、まあそうだよね。うん。でも苦しい、相手も苦しいよねっていう話は絶対あるんだけど、これ魅惑だと負けだよな。うわ、つらら落としならワンチャンあったか。セグ投げて、いや、どうしようかな。てかエレビママンボウス、でもね、エレビママンボウスでも結局変わんないんだよな。セグステミラーコートが正解だった。セグステ
ミラーコートが正解だった説はあるな、まあ、耐えるしいいやと思っちゃった。どうせメガネじゃないしみたいな。うーん、どうしようかな。まあ、一旦ここはつららばりでしょ。じゃあ5回頼む。あ、でも結構お前余裕やん。いや余裕余裕、ハチマキ強いわ。はい、3444333333、まあまあまあ落としでいい。え、マジで落としでいいし、待って、これさ、え、バリでよくないこれ。待てよ、ま、でもちょっと難しいな。怠ける、いや、バリで落としでいいな、多分。バリで落として、さすがに3、多分ね、落としでいい。いや、つか、ハチマキ強え、ハチマキ強いで、いや、もうもちろん負けはあるんだけど、いやー、まあ、しょうがないよな、これ。え、だってさ、ここさ、即引きでさ、負けなくない？だから相手ラスカでしょ？エレビ打ってきたらこれミラコでいいのよ。寝てるからエレビはある。あ、そうだね。オッケー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 。よし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 。よし、ナイスナイスナイス。これでかい。ハチマキやっぱ強いですね。まあ、でも、強いて言うなら、つららばりがいい場面がほとんどないんで、急所当たんなよ。ちょ、マジで。マジで急所に当たるなよと言いたい。オッケー。マジ危なかったな。はい、ということで、まあ、本日はね、ハチマキ、セグレイブ使ったんですけど、かなり強いですね。まあ、そもそもなんか受けるのが難しいポケモンなんだけど、セグレイブって。ただ、それに加えてハチマキを持たせることで、まあ、相手の意表もつくことができるし、まあ、なんかやっぱ直帰が流行ってる今だからこそ、まあ、セグレイブにね、可能性はかなりあるんじゃないかなと思いました。ということでね、よかったら皆さんも使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。